大阪保健医療大学は大阪府大阪市北区天馬1-9-27に本部を置く日本の私立大学である。2009年に設置された。略称はオース。設置者は学校法人福田学園。大阪市北区天満橋とサイトにキャンパスが設置される。充実したカリキュラムと豊富な実習、少人数制学習で。 国家資格から就職まで徹底サポート。高い国家試験合格率を誇っている。今、注目が高まる、リハビリテーション医療専門職を育成するために、専門知識人間尊重を重視した、きめ細やかで丁寧な教育を実践。スポーツ分野でのリハビリテーションの技術探求や、ハンディキャップを負った人への支援事業等の取り組みを、 通じて、最先端の医学を社会に還元し続けている。また、大阪の中心地に位置し、最寄り駅から徒歩約10分以内と、高アクセスのキャンパスのため、学校から実習施設への移動にも便利で、予習、復習など時間を有効に活用できる。大学の歴史は浅いが、学校法人福田学園は、創設から124年を迎え、絶えず科学や、 工学の発展に合わせ、時代とともに学びを更新し続けている。対象者の理想を医学的、社会的見地に立って実現するために、傾聴と高いコミュニケーション能力を持って、それを理解し、自身が得得した最新の知識と技術に自信と誇りを持ち、対象者のために、それを全力で活用するために、探求と創造の姿勢を持ち、 対象者のために自身は何ができるかを真摯に考える、共感と献身の態度を揃えた人材を育成することから、以下の基礎的能力を総合的に有した学生を求めている。1、人々の健康や生活、疾病や障害に関心を持つとともに、リハビリテーションに興味を持ち学び続けることができる。 二、相手の主張や気持ちを受け止め、理解した上で対応する能力を備えている。三、知識、技術の習得に際し、自ら計画、行動し、努力を惜しまない。四、生涯にわたって、自己検鑽し、社会や健康増進に貢献しようとする強い意志を持っている。対象者の理想を医学的、社会的見地に立って実現するために、 形長と高いコミュニケーション能力を持って、それを理解し、自身が得得した最新の知識と技術に自信と誇りを持ち、対象者のために、それを全力で活用するために、探求と創造の姿勢を持ち、対象者のために自身は何ができるかを真摯に考える、共感と献身の態度を揃えた人材を育成する、ことから、以下の点に配慮したカリキュラムを編成する。 1. 1リハビリテーション学における基礎知識、専門知識、技術、臨床能力を段階的に、階層的に学べる編成とし、現段階での科目が、リハビリテーションになぜ必要なのかを明確にして、教授する。2. 段階的、階層的カリキュラムの実施において、次段階までに必要な知識、技術を十分に習得して、次段階にステップアップする制度を導入する。 3. 本学が目指す人材は、臨床現場で十分は、能力が発揮できる実学を備えることが必要である。そのため、実習や演習を、講義科目と連携して実践し、知識を、技術の統合を図る。4. 本学が目指す人材を育成するためには、国家試験に合格し、各国家資格を有することが前提である。そのため、国家試験を意識した。 カリキュラム、講義を実践する。5、他者の主張や思いを理解して、適切に対応する能力、及びその対応を実践するために自ら学び、探求する能力を養うための講義、演習を実施する。対象者の理想を医学的、社会的見地に立って実現するために、傾聴と高いコミュニケーション能力を持って、それを理解し、 自身が得得した最新の専門知識と技術に自信と誇りを持ち、対象者のために、それを全力で活用するために、探求と創造の姿勢を持ち、対象者のために自身は何ができるかを真摯に考える、共感と献身の態度を揃えた人材を育成する、ことから、学位授与の方針として、以下の効力を備えた者に学位を与えることとする。 1. 1国家試験に合格する知識を習得していることに、臨床現場で必要な技術を身につけていること 3. 対象者のために自身は何ができるのかを真摯に考える態度が備わっていること 4. 自ら学ぶ姿勢と学ぶ意識を対象者の中に見出すことができる 5. 対象者や対象者の問題解決に関わる様々な職種の方々と良好な関係を構築する。 コミュニケーションスキルを身につけている。郵便番号530-0043大阪市、北区天馬一の9-27郵便番号530-0043大阪市北区天馬一の17-3ありがとうございます。